皆さん、こんにちは。数々のバラエティ番組に出演しているタレントの高田純次さん、ミスター無責任、適当男と呼ばれている高田純次さんですが、プライベートを語ることはあまりないイメージですよね。高田純次さんはこれまで多くの伝説を残してきており、その一方で流血事件があったりと順風満帆ではなかったようです。他にも高田純次さんの妻高田優子さんに障害があると噂されています。今回は高田純次さんの伝説や流血事件の真相、妻の障害について詳しく調査していきたいと思います。高田純次さんはこれまで数々の伝説を残してきており、それがファンの間で話題になっています。いくつかピックアップして見ていきましょう。清川虹子の指輪を食べてガムをつける、天才たけしの元気が出るテレビで清川虹子さんの指輪、時価3000万円を口に入れ、さらにガムをつけるという高田純次さんの暴走っぷりに清川虹子さんは激怒。高田純次さんはディレクターの指示でやったとのことに露天風呂にダイブ。あるローカル番組で露天風呂にいきなりダイブ。かなり浅かったので心配しましたけど、何事もなかったかのような顔をしていました。危険ですので絶対真似をしないでください、とのテロップが。まあロケ地が気温マイナス2度だったので、あまりにも寒すぎたのでしょうね。3、小島春菜のネックレスを食べる。小島春菜さんと有吉弘行さんの自宅を訪れた際に起きた事件です。ネックレスについたダイヤモンドを鑑定すると言って次々と口に、これには小島春菜さんも爆笑していました。4、オーストラリアのテレビ番組でバズーカ砲を発射。オーストラリアのトークバラエティ番組に出演した際、バズーカを持って登場。スタジオで一発放った後、街中で発射しまくります。噂によると指名手配されたとか。クレイジーですね。高田純次さんは多くの大物芸能人から尊敬されており、特にダウンタウン松本人志さんは高田純次さんのある発言に絶賛していました。歯を矯正している一般の少女に対し、高田純次さんはこう言い放ちます。何、君針金食べてんの？それに対し松本人志さんはこう述べます。思春期の女の子やし、今ならカットされる。すごい発想ですよね。針金っていう言葉とっさに出てきますか。大したもんですね。皆さんは高田純次号泣事件をご存知でしょうか。今から27年前に放送されていた天才たけしの元気が出るテレビで起きた出来事です。それは番組内で放送されていた勉強して東大に入ろうねかいという企画でのこと。これは受験生たちが東京大学合格を目指し日々勉強を頑張るという企画です。高田純次さんは司会進行役を担当していました。素人の出演者たちに長期にわたって密着していくこのコーナー、特に注目したのが広瀬真也さんという学生。広瀬真也さんは当時二浪していて、一本気かつ愚直な性格で癖のあるキャラでした。広瀬真也さんも日々東大合格に向けて必死に頑張っていました。企画の最終回では受験生たちの合否が放送されました。東京大学本郷キャンパス校門前に集められた5人の受験生たち、一人一人合格発表の掲示板を確認。広瀬真也さんの順番は最後でした。1人目合格、2人目、3人目、4人目と次々に合格していきます。そしてついに広瀬真也さんの番です。彼が志望した文化一類は出願者数約2000人、そのうち合格できるのは640人。緊張と不安でいっぱいの広瀬真也さん、ゆっくりと掲示板の前へ自分の受験番号と掲示板の番号を照らし合わせます。しかし残念ながら彼の番号はありませんでした。絶望的な結果に悔しそうな表情を見せる広瀬真也さん、悔し涙があふれ最終的に地面に突っ伏してしまいました。無力感に襲われよろめきながら歩く彼の前に現れたのが
高田純次さんでした。泣きじゃくる広瀬真也さんの姿に高田純次さんも察したのか、ダメだったかと尋ねます。泣きながら何度もすいませんと頭を下げる彼の肩にそっと手を回し、もう片方の手をポケットに突っ込んだまま優しく抱きしめたのです。結構自信あったんです。応援してくださったのに涙ぐみながら話す広瀬真也さんの話にただただ黙って耳を傾け、高田純次さんは静かに涙を流しました。高田純次さん自身、学生時代、浪人も受験も経験し、大学受験を失敗した過去を持つため志望校に落ちる気持ちは痛いほど共感できるのでしょう。その後、広瀬真也さんは滑り止めで受かっていた慶応大学への進学を決意。スタジオに招かれた際、ビートたけしさんは広瀬真也さんにこう問いかけます。大学でやりたいことはないの？それに対して彼はスキーをやりたいと答えていました。その放送から8年後、スキーをしている時のこと、なんとコース脇の木へ激突してしまったのです。広瀬真也さんは28歳という若さで亡くなってしまいました。その葬儀には高田純次さんも参列。高田純次さんは号泣してしまいました。人生、何が起こるかわからないですね。タレント関根勤さんの YouTube チャンネルにゲスト出演した高田純次さん、そこで流血事件のエピソードを語ってくれました。高田純次さんの芸能生活を振り返るというコーナー、歌手和田アキ子さんとドラマで共演した際の話になりました。夫婦役を演じたんですけど、和田アキ子さんが軽く殴るシーンがあって、そこで純ちゃん、やっぱり擦るだけじゃ済まないから、まともにパンチするかもしれないからっていいですよって言ったら、本当に殴ってきて血が出たのよと暴露。その後もカットかかるまで続けたとのこと。高田純次さんは自分自身すごい根性あるなと思ったそうです。和田アキ子さんは笑っていたとのこと。面白いエピソードですね。高田純次さんは現在結婚していて子供がいます。高田純次さんはもともとは俳優志望であり、1971年自由劇団に入団していましたが、劇団員として活動していた聖子さんと26歳の時に結婚しました。高田純次さんの嫁への思いが伝わるほっこりするエピソードがあります。それは劇団員時代、アルバイト先のロッカーに置いていた1万円がなくなった時のこと。その際、スタッフに対して妻にクリスマスプレゼントを買うための1万円なんです、誰かなんて探さないので僕がしばらく出ている間に戻してくださいと涙を流し訴えかけた結果、1万円がロッカーに戻ってきたとのこと。高田純次さんの嫁さんを思う気持ちがとっても伝わってきますね。これ以上の詳しい情報は一般人ということもあって公開されていませんが、1984年3月に放送された洗濯用洗剤の CM、 花王ソフトワンダフルに夫婦で出演していたんですよね。ショートカットがとってもよく似合うボーイッシュな雰囲気の方でした。そして何より笑顔が素敵でした。高田純次さんと嫁さんの馴れ初めは明らかになっていませんが、2人が同じ劇団員だったという噂があることや、 CM にも夫婦で出演したことから自由劇団内で知り合った可能性がありそうです。当時は俳優として駆け出しだったので経済的に苦労をしていたと思われますが、それでもプレゼントを欠かさず用意してくれる高田純次さんの優しさに惹かれたのが交際するきっかけだったのかもしれませんね。嫁さんの名前は高田純次さんが2014年10月31日放送の中居正広の金曜日の妻たちへに出演した時に自ら暴露したことで発覚しました。名前は高田聖子さんと言います。奥さんは日本舞踊の師範免許を持っているため日本舞踊の先生をしていると言われています。年齢は高田純次さんの一つ下の75歳です。高田純次さんの娘は高田優子さんという方です。高田優子さんはファッション系の専門学校を卒業後イギリスへ留学、その後ロンドンの K
ケイカガミリミテッドでデザイナーアシスタントとしてロンドンコレクションやミラノコレクションに参加しました。そして帰国後は自身のファッションブランドタージュを立ち上げ、デザイナーのお仕事をしています。高田優子さんは高田純次さんが父親であることを秘密にしてきたとのことですが、高田純次さんがテレビ番組で暴露してしまったため世間に知れ渡ってしまった様子。そんな高田優子さんには障害があると噂になっていますが、この事実は誤解であることが判明しました。高田優子さんには同姓同名の漫画家がいて、その方が障害馬術をモチーフにしている漫画を出版しているんです。題名は恋は突然に割るささやかな過ち。他にも同姓同名の理学療法士の方が障害に対する活動内容をホームページに掲載していました。こういった方々が障害という言葉と関係していたため、世間は勘違いし高田優子さんに障害があると噂が流れたと考えられます。高田純次さんの次女については一般人ということで詳細な情報は上がってきていませんが、現在分かっている情報としては以下のものがあります。43歳、2024年2月現在、職業は銅版画作家、結婚していて小学生の子供がいる。画像についても全く上がっていませんが、長女によく似て笑顔が素敵な方のようです。続いて高田純次さんが起こした事故についてお話しします。高田純次さんの愛車遍歴は、日本車はスカイライン GTR、 スカイライン 2000GT、 ケンメリ、クレスタ、マーク2、ドイツ車はアウディ、ベンツ、ポルシェ、 BMW、 イタリア車はオースチンヒーレー、アストンマーチン、ベントレーなどの計33台。そしてそんな大好きな車で接触事故を起こしニュースにもなりました。ただの接触事故ならここまで大きく取り上げられなかったと思いますが、当て逃げという話でニュースになりました。2019年4月、首都高で高田さんが運転する車が男性の車の左後部に衝突したものの、高田さんはそのまま追い越して止まらず、男性が高田さんを追いかけると高田さんは首都高から降りたところで下車したとのことです。逃げるつもりだったのではなく、首都高で車を突然停車させることによって玉突き事故が起こることを懸念しての行動でしたが、ネットニュースに意地悪な切り取られ方をしてしまいました。ちなみにこの時に乗っていたのはポルシェだと言われています。また高田さんは自他ともに認める乗り物好きで、学生時代から自分で稼いだお金でバイクを購入し乗り回していたと話をしていたこともあるほどバイクも好きです。1989年、1990年には二輪界最大のイベントとも言われる鈴鹿8時間耐久ロードレースにチームを結成して参戦したこともあるそうですよ。最後に高田純次さんの病気について見ていきましょう。高田純次さんはテレビでたびたび余命宣告されたと冗談を言うので闘病生活を送っていると勘違いされる方が時々いるようです。こないだお医者さんには余命45年って言われちゃったよと話していたのは66歳の時。実際の病歴を見ていきましょう。高田純次さんが初めて大きな病気を患ったのが2015年1月、68歳の時、椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症の W 手術を行っています。事務所によると1年ほど前に診断され、投薬などで仕事をこなしてきましたが、年末からしびれがひどくなるなど症状が悪化し、主治医から早い段階での手術を勧められたといいます。手術は無事成功していますが、2年後の2017年1月、70歳の時には鼠径部ヘルニアの手術を受けています。それ以来は現在に至るまで特に病気をされずにお元気に活動されています。高田純次さんは76歳となった現在もタバコを吸われているため、肺がんなどの噂もたびたび立ちますが、喫煙者にしては珍しいぐらいお元気のようです。いかがでしたでしょうか。今回は高田純次さんの伝説や号泣エピソード、流血事件などを詳しくご紹介しました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。